ご苦労様でございます。ネオンドセンターの代表して山城と申します。昨日辺野古では大結集して辺野古の海を目立たさない、基地を作らさない戦いが作られました。今日改めてここで高い辺野古の決意を固め合う素晴らしいことだと思います。ぜひ連帯をして辺野古にも高いにも新しい基地を作らさない、それらの戦いをしてまいりたいと思います。挨拶の入る前に、昨日会場を警戒しておりましたら、なんと内閣調査室の調査員が集会参加者を装って中に入って一生懸命メモを取り写真を撮っておりました。どうぞ皆さん、そういうことがないように、彼らも必死です。私たちもそういう意味で必死にならなきゃならない。どうぞ身の回りを見てください。一声かけて怪しい人は山城に連絡してください。ただ電話しません、ダメだという決意でですね、断固として集会を打ち抜き戦いを作っていこうではありませんか。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました黒川津恵子でございます。昨日は海の上でした。今日こちらにご参加の先ほどの赤嶺政権さんもそうですけど、多くの皆さんと一緒に辺野古の戦い、そして今日はまたこのようにしてブロッコリーの森をぜひとも守っていきたいというその思いで、こちらで集まっていらっしゃる、多くの皆さん、7年間の戦いの中で、いろいろ国は圧力をかけて私たちの運動の弾圧をしようとしておりますけれども、でもこれだけ多くの皆さんが集まって、今の安倍政権に対して許さないという思いを込めて戦っていこうというその思いに、本当に元気と勇気が湧いてきます。で、今日はこちらに随分次の世代、もう子どもたちがいっぱいいます。先ほど私の横にも花ちゃん抱っこしてお話をしようかと思ったんですが、よちよち歩いている子どもたちのためにも、やはり私たちが今何をやりますべきか、本当に大きな勇気をいただきます。と言いますのは、国の中では赤嶺さんも私もそうですけど、圧倒的な与党多数の中でどんなに沖縄の基地問題を訴えても協議中のことには答えられません。目の前にある水域を広げようとするそのことに対して違法ではないかと言っても、これは協議中です、答えられません。それから抜本の問題にしてもそうなんです。よその国ではちゃんと日米地位協定、地位協定を守ってやっているのに、なぜ沖縄はそういうことができないのか。それこそ負担軽減と片方で言いながら、片手にはまたその負担を押し付けていくという、このことに対してやはりこう勝ち抜いていくのは民衆の力だと思っています。そしてこれ、自然という財産が観光が成り立っている、自然という財産で観光が成り立っているんですね。山原の森も辺野古の海も沖縄では固有の施設です。この地球上で唯一無二の価値ある資源です。世界の遺産となるべき豊かな自然を破壊して戦争のための基地を作る、沖縄県民はこれを絶対許してはならないと思います。で、ヤンバルには生物の多様性という言葉がよく使われますね。先ほど野口家の話もありますけども、野口家は今回の映像を見た、あれはイタジイの本来の木だからヒナは助かったんです。森が本当破壊されて野口家の映像する映像が少なくなってくると、ハンノキ映像することになる。そしてハンノキは脆い、カラスがすぐ家を全部壊してしまう、破壊して中のヒナを全て食べてしまう、卵もしっかりです、親も食べてしまう、そういう環境の中で野口家だやはじめさまざまな生き物たちが、山の生き物たちが今かろうじて不思議なぐらい一生懸命生きてるわけですね。目を輝かせ風の歌を聴いてるさ、ほらほら、
は笑顔が